いーよちょよライジョンです。今日もやっていくんですけど、今日はね、もちろん、ペッカ工場やっていきたいと思います。ということで行きましょう。いやー、本当にね、このアカウントで、ペッカ工場ね、やっているとね、あれですね。記憶が蘇ってきますね。やっぱね、プロなってから、このアカウントを作って、一からね、育てたんですよ。そう。まあ、アカウントっていうのはそういうもんなんですけどね。そう、なんで、あの時はレベルちょっと低かったな、まだ、みたいな。そう、レベル8でグラチャルやってカード集めてたな、みたいなね。いや、そういう記憶がね、ちょっとね、蘇ってきますね。いや、懐かしいな、本当に。なんか、プロ1年目って、海外にね、そのまま住まないで、あれなんですよ。結構、日本から海外行って、海外から日本行ってみたいなね。ずっと続けてたんで、そう、だからね、結構ね、今とね、環境が違うんですよね。なかなか。よいしょ。お、相手が誘導？ミスている。ありがとうございます。で、これ、ザップの入りだけ残して、OK?OK かな？はい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 。で、当時はね、台湾とか、俺、しかも、プロ生活で、初めてあれなんですよ。初めて海外行ったんですよね。そう。その時に、まあ、最初は、台湾と韓国かな？が、ずっと行ってたんですけど、いやー、なんかね、楽しかったですね。特にね、台湾とかね、あれなんですよ。バイクなんですよ。もう、マジで、徒歩もいねえ、チャリもいねえ、全員バイクで移動してるんですよ、こうやって街を。なんで、本当に、信号とかね、青ですよ。俺らもちろん青で渡ってんだけど、で、こうやってね、曲がってきてるあれなんで、バイク側もね、信号をね、破っているわけじゃないんですけど、マジ目の前通るんですよ。もう風バーンっていうぐらい、マジ目の前通るんで、結構ね、やっぱね、日本とちゃうんだなっていうのがね、まあ最初に海外行った時のね、感想ですね。マジで、本当に、こうやって手出してイエーイってできるぐらいの距離を、走るんですよ。海外の人たちってもう、ヤンキーしかいないんで、奴ら。本当に。ヤンキーなんですよ、全員。なんでね、それがね、結構ね、やっぱ、みたいな。もう最初は、だし、もう本当になんか、信号を少しでも渡り遅れたやついるなら引くよ、みたいな。そんな勢いで、あいつらあれなんですよね。もう、青になった瞬間バーンつってこのもうインコースめっちゃこう削って走ってくるんで、すごいんですよね、本当に。これ、エルキ守ってくれ！守らない！オッケーオッケー。いいよ。いいね。まあ相手13なんで若干格上ですね。格上ですね、格上。格上戦う機会なんかね、マジで。サブアカでマルチとかそんなしないから、ないですよね、マジで。だから逆にこの、俺がいつもいないところってどういうデッキが流行ってんのかなっていうね、ことも知れてね。まあ、おいぴよですね、おいぴよ。うわ、やべ。こっち多分、バルーン来るのかな、はいはいはい、まあ、そういうことだよね。要するに。これ別に。よいしょ。まあ、どっちか別にね、これね、1本折られたっていいんですよ。どうだっていいんですよ、そんなん。1本折られたっていいんで、2本折りゃいいですよ。こんな感じでね。とりあえずこんな感じで言うのでね、これはうまく受けてあげて、ほら。あー、うまい。上手だ。これも俺にしかできない受けなんでね。で、とりあえず、ここをね、ザップで。削ってあげて、これヒールとかあるんでちょっと危ないですね。はいはいはい。これはポイズンしてあげて、折れるんですね、こっちが。折れるんで、逆サイ端前かな。折れた瞬間ペックかぶせる？オッケー。インドラ歩くでしょ、多分。オッケー。ペッカが潰してくれる。上げてこう、上げてこう。オッケー。そこでミラー使ったらもう受けがないと。はい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 。もうぶち抜き放題ですね。あとはぶち抜いてもらいましょう、こいつに。シャクシャクと。シャクシャクシャクと。ありがとうと。まあまあまあ、こんな感じですね。そう、なんでね。本当に。で、俺らね、
最初の1年目のプロになった時に、あれですね、ほんとね、いや初期のね話するとね、すごいですね。なんか俺とフチがもともと仲良かったんですよ。そのトレハンっていうね、トレジャーハンターっていうクランにもともといたのもあって、それとね、もうなんだろう、クララリリースされて2ヶ月ぐらいかなのイベントにも出てたこともあって、あの2人結構仲良かったんですよ。で2人でなんかカラオケとかね、今考えれば全然そんなないなって思うんですけど、そう、2人でカラオケ行くときとかもあってめちゃくちゃ仲いいんですよね。そう、ほんでまあそんくらいの中で普通にね遊んでるときに、フチにちょっとプロやる気ないって言われて、で俺ねプロ専攻落ちてたんですよ。その時プロ専攻のやつ落ちてて、うわプロなれねえじゃん、今の土木続けるかーっていうときに、フチにねならんって言われて、で結構マジで結構悩みました。本当にマジで悩んでなるって言ってね、その場でね返事をしました。まあね、そう。で、なるって言って、でね、そのポノスの人と面接して、家で俺の他にも候補がいますって言われて、俺ちょっとなれんのかな、どうなのかなって思った。しかも今もう俺結構半分ぐらいもうこの今のこの土木の会社辞める気持ちでいるんだけど、なれんのかな俺みたいな感じでね、ウキウキドキドキウォッチングなね、感じだったんですけど、まあギリギリというか、俺が言っていいのかわかんないけど、まあなることができて、まあありがたみですね。ありがたみがマックスです。まあ、これとりあえず言うのだけでね、防衛してあげてね。そう。なんでね、その当時はね、マジで、本当に、なんか前もね、すげえ前なんですけど、動画で言ったんですけど、その俺らの働いてる会社がやばくて、なんか平日あんまね、家に帰れないみたいな感じだったんですよ。やべ、外した。家にね、帰れないみたいな感じだったんですけど、そう。ほんで、なんか、で昼も夜も働くよみたいな感じ。そう。で、俺もね、めっちゃきつって思ってたんですけど、もうね、俺がね、昼夜、まあ、平日がね、5日あるうちの3日、昼夜働いたとしましょう。で、それでも、俺の上司が5日働いてるんですよ。もうね、5日中、5日昼夜やってるんで、もう俺がきついなんて言うもんなら、いやきついの本当にみたいな。本当にきついんだ、それで、みたいになっちゃうんで、きつくないですみたいな感じだったんですけど、そうっていうのもあってね、いやーでもやめてもなんかやりたいことないなーって感じで、ちょうどねプロなりたいって思ってたんで、ありがとうございますって感じで、ちょうど12時になりましたね。はいって感じで、いやー何このアカウントでもね金集めてるんでね、この寄付だけ、金と経験値集めてるんでね、そう、それでね、まあね、ギリプロにね、ならしてね、いただくことになりましたね。まあ当時をね、まああれがなかったら、逆にあの誘いがなかったら、俺はもう今頃ね、結構、泥まみれになりながら、あまり寝ずに働いていたと思うとね、結構、まあ思うところがありますね、と。いや、大変だったな、あれは。あれは大変だった、本当に。まあ、あれがあったからこそね、みたいなね、ちょっといい話になっちゃうんですけど、まあ、あの経験があったからこそ、今の俺があるっていうか、みたいなね、結構いい話になっちゃいそうだったんでね、一旦やめとこうかなって思ったんですけど、まあ、そんな感じですね。はい。もうね、親とかからもね、随分心配されてたんで、普通、プロゲーマーになるって言ったら、大丈夫なの？本当に？っていうところから、まあ、あなたが本当にやりたいことならいいよってなると思うんですけど、もうね、一発目から、うん、いいよ、つって。今の仕事はね、ちょっとね、死んじゃうか心配だから、みたいな感じで、なんか親にもね、ちょいちょい心配されてたんですよ。死なないあんた大丈夫みたいな。最近なんか、音沙汰ないけど、みたいな。もう忙しすぎて、LINE とか、Twitter も見れなくて、ケンツとかも、当時、あれ、来期消えてるけど大丈夫みたいな感じで、LINE 来るぐらいね、結構、何にもしてなかったんですよ、本当に返事とか。で、SNS をね、見れなかったんで、ね。そう。だからね、親からもね、めちゃくちゃね、賛成されたんですよね。珍しいんですよ、俺。珍しいパターンですよね。いや、この13のバレルめちゃくちゃ強いんだ、本当に。これ、ザップ打たないとマジね、死ぬからね。本当に。タワー半分ぐらい削るから、3コスで。ウォールブレイカーどころの騒ぎじゃないですよ。よいしょ。はい、てな感じですね。まあ、そんなこともあり。そんなこともあり、今のね、俺があるってわけなんですけどね。いや、今楽しいですね。本当にね。YouTube とかね、いや、性に合ってるんですよ。もうね、もう目立ちたい、目立ちたい、目立ちたいっていう子だったんでね、昔から。
昔から目立ちたがり屋さんだったんで、まあまあまあ、こういうね、目立てる場ですごくいいですね。浅すぎる。まあ、浅い。まあ、浅いですね。まあまあまあ。この浅さはまたね、一興ということで。やべ、これ来る。おいしょ。はい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 。まあもうこれマジアチャがいるんでね、ユーノとかどんどん追加していって、あとスキャミもね、マジアチャが溶かすんで、まああとはこいつがやってくれるだろうって感じでね、マジアチャ任せに追加していったらあんま残らないっていう感じですね。これ多分、はいはいはい。ポイズンですね。ここ多分ね、ホグバレル来るんで、よいしょ。で、余裕たっぷりの20勝スタンプと。余裕たっぷりの20勝スタンプをして、まあ、ザップ打って、まあ、ポイズンで終わりかなと。オッケーオッケー。って感じですね。ありがとう。はい、って感じですね。あー、まあね、もうこのアカウントのことをね、思うとね、まあ、胸がね、パンパンになるところではありますが、この辺でね、締めさせていただきたいなと思います。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、まあ、3月は、日本投稿続けていきたいと思うんでね、もしよければね、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、今日は終わります。バイバーイ。